さあやってまいりましょう。続きましてはアラジンラジオということで、セブンスアニバーサリー耐久レース、もうこれ何十本目なんでしょうね。はい、まあ昨日収録しているその1日前がですね、その1日限定でハート1個も消費せずに、まあ、プレイできるっていうね、もう最高の1日だったんですけど、じゃあ自分が今持ってるツムツムを全部やって、でこうもうね、期間限定だからもうもうなんか復刻もしないっていう珍しいツムとかも含めて全部紹介してみせようぜってやってみたものの、ぶっ通しで3時間やったところ、もう半分もいかずに終わったっていうね。もう自分どんだけツム持ってんだろうって思ったんですよ。まあまあそんな感じでやったんですけど、ラージャーといえばやっぱりね、有名というかね、もう愛嬌のあるね、もうお尻噛みつきですよね。でまさかの王様にさえもお尻噛みついてね、で いちごのパンツじゃねえや、いちごパンツはいちご 100% ですね。はい、その漫画してる人いるのかな。はい、でもそれはいいとして、あれですよね、王様のハート柄の可愛らしいおパンチがですね、まあ見えるっていうね、誰得なんだっていう感じなんですけど、まあそんなね噛みついていくっていう。ラージャーは、あれだったかな、実写版の方でも唯一ジャファーが恐れてたんですかね。まあまあ、アニメバージョンだとね、世界一の魔法使いになった時の、その、ジャファーさんが子猫にしてたっていうかね、まあ、子供の頃のラージャーにしてたって言ったら、言う方が正しいのかな。の時は、まあ、すごく可愛らしい感じだったんですけど、にゃーって言ってね。いや、でもやっぱり虎って、まあ、ライオンもですけど、小さい時可愛いっすよね。あのサイズだったら買ってみたいって思う。噛まれたら痛いけど。でも、育ったら噛まれたら痛いじゃ済まないですからね。死の隣り合わせですか、死と隣り合わせになっちゃいますからね。まあ、猫科は結構可愛いですよ。僕もね、実家で猫飼ってますけど。で、あとワンプレイで200個近くの枚数も消すのはちょっと厳しそうなので、まあ、ちょっと違うミッションに変えてチャレンジしてみたいと思います。ということで、次回動画でお会いしましょう。バイバイ。